アラがとうこんにちは。ゆひこです。それでは今回なんですけども、D 払いのキャンペーンで貯まった D ポイントの使い道、D ポイント期間用途限定についてということで、今回は現在 D 払いが20%の還元のキャンペーン中なんですけども、まあ、実際に貯まった D ポイントって、まあ、どんなところで使えるのかなっていうことを簡単にお伝えしていこうと思います。そもそも D ポイントには2種類ありまして、まあ、通常の D ポイント、そしてもう一つは D ポイント期間用途限定というポイントがあります。まあ、今回ピックアップするのはこの下の、 D ポイント期間用途限定についてお伝えしていこうと思います。 ま、ちなみにどんなものかというと、通常の D ポイントは、まあ、ポイントをもらったら4年間の有効期限があるんですけども、もう一つの D ポイント期間用途限定に関しては、期間がそれより短めなポイントです。ちなみに、現在開催中の D 払いのキャンペーンでもらえる D ポイントの有効期限は、2019年の11月30日となってます。まあ、なので、楽天カードとかでいう期間限定ポイントとかと、まあ、ニュアンスはほとんど同じですね。まあ、こちら公式ページから引っ張ってきました。まあ、ご覧の通りですね、左側が通常の D ポイント。 そして、右側が今回の20%還元などのキャンペーンでもらえる D ポイント、各公期間用途限定ということですね。まあ、パッと見たら携帯料金の支払いに使うであったり、 データ量の追加に使ったりと、どこもユーザー向けなものが通常の D ポイントで、まあそれ以外がほとんど、まあ、D ポイント、各個期間用途限定ということですね。まあこっからは主にこの D ポイント、期間用途限定が使える方法ということで大きくかけて2つお伝えします。まず1つ目っていうのが実店舗で使うということですね。まあこれが一番いいかなと思います。もう使いやすくて分かりやすいかなと思います。まあなので簡単に言うと、まあ D バレーで決済したお店で、まあ、お得に使うというのがシンプル で使いやすいですねまあ、例えばコンビニだったらローソンとかあとドラッグストアだったらまあマツキヨとかですねあと飲食店でも使えますしあとファーストフードでも使えますちなみにこのマクドナルドの場合はまあ、D ポイント使えるんですけども D バレーが使えないのでお気を付けください まあ結構そんな感じでお店はめちゃくちゃありますね。ちなみに実店舗でのポイントの使い方も簡単なんですが、まあ D 払いの方向けなんですけども、この場合は。まあ D 払いでお会計の際にここの D ポイントを利用するというところをタップすれば、まあ D ポイントが優先されてお買い物することができるので、まあ本当に簡単に D ポイントを使うことができます。次に二つ目なんですけども、二つ目はこのネットで使うということなんですが、もう今回このネットはピックアップしたのがこの D ショッピングというものをピックアップしました。まあ、これはど ちょっとしたネット上のまあショッピングサイトでなぜこちらをお勧めする理由というのはシンプルでドコモの d ショッピングにはこちらの d ショッピングデーというのが毎月開催されているということなんですよね、まあ、開催日は毎月10日20日あと30日ということなんで、まあ、その時はなんとポイントが20倍でもらうことができるので、まあ、この時のタイミングで d ショッピングを使うのもいいと思います 一応まとめると、まあ、現在開催中の D 払いの20%還元のキャンペーンのもらえる新定日に関しては、まあ、9月30日以降順次もらえるということ。そして、そのポイントの、もらったポイントの有効期限は11月の30日まで。で、実店舗やネットでも利用は可能ということで、まあ、細かい使える場所に関しては、下の概要欄に公式のリンクを貼ってますので、まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。まだその D 払いのキャンペーンも今月いっぱいは絶賛開催中なので、今のうちにですね、まあ、まったポイントをどこで使うか、 ううかかを立てるののもいいいでではないでしょうかということで、今回は D 払いのキャンペーンでもらった D ポイントの使い道について簡単にお伝えをさせていただきました。もしですね、追加情報などあれば、ぜひ下のコメント欄に書き込んでいってください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。